福田区は中華人民共和国関東省新鮮市に位置する四か区。く、新鮮市人民政府がある。東は紅霊路により、羅国と、西は佳橋城により、南三区と、北は鳥、鉱山を挟んで宝安く龍華街道を、南は新鮮川及び新鮮湾により、香港深海の米保、元明と接している。福田の名称には二節存在する。 一つは、壮大の、小山洋服、伝示性明によるというもの。もう一説は1192年、上砂村の子祖である黄金堂の四男の木西は、松古霊南禄に村を作り開墾事業を行った。際に次第に、方形の伝示が広がり、幅伝と称されたものが後に、福田と転化し、徳福お伝の意味となったというものである。福田の歴史は古く、 秋尾以前は宝安県に属した。秋尾以降は、新安県が設置され、民国初年には宝安県、第二草統合と管轄とされた。1979年3月、宝安県が新選手に改変されると、福田区域は、羅国の管轄取れた。1980年8月に、経済特区に指定された新選手は順調な、経済発展を遂げ、 1983年10月には、福田、南縁、円麗、砂頭、梅林の街道ベンジ所に植区ベンジ所が設置され、これが福田区の前身となった。1990年10月、植区ベンジ所が廃止となり代わりに福田区が設置されている。2007年8月15日、福田口岸が設置され香港側の落馬ス駅と接続することで、 さらなる発展を遂げている。また、国境付近には、福田保税区が位置し、同時に高新高速道路港ンインターチェンジが設置され、香港との物流の一大拠点となっている。区中心部には、コンベンションセンターが位置し、その周辺は、オフィスビル地区が整備されている。近年は、商業地としての高物公園の整備も進められ、週末には、バーガイが、 多くの地元民で賑わっている。またかつよし北路には、西閣広場をはじめとする専門店が集中する、電気街地区、科学館駅付近にはジャスコも出店している、中心広場を中心とした商業区域も存在している。新鮮地下鉄1号線の高物公園駅、車工業駅、高密湖駅は高級住宅地として開発が行われている。 また公共交通網が急速に整備され、甲州と香港を連絡する、公深市港高速鉄道の駅が深南マセダ地区の福田駅に設置され、地下鉄2号線及び3号線と連絡され、また徒歩県内に新鮮市中心部を東西につなぐ1号線、甲物公園駅が存在していることから、新鮮経済の中心地区としての発展が期待されている。 勝吉ほくろの電子街、ありがとうございます。